うおー、ダークソウル。どうも、バルデル装備です。黒い森の庭攻略用に、何十人ものバルデル兵を、闇に葬り、入手しました。さて、森に行く前に、不死鳥基地下に居座る、不法入居した、私がまだ、説明してる途中でしょうが、くさびのデーモンです。っていうか、ゴーレムです。ふはは、お前の弱点は知っているぞ。説明しよう。ゴーレムは、額に刻まれた、真理を意味する、MS、という文字の、E の文字を削り取られると、メス、つまり、死、という意味になり、崩れ落ちるのだ。さあ、額を出せ、このデカブツ、で。オタク、頭ないですやん。これには、鍛冶屋のおっさんも苦笑い。ヘブラエ、おのれ、なんか、首の断面図っぽいとこに、文字が書いてあったけど、どうせフェイクなんでしょ。大人は、全く大人は、っていうかこのゲームに、抜け道などない、抜け道だと思ったら、気づいたら修羅の道、それが、ダークソウル。よし、行けるぞ、ゴリ押せー。気を焦りすぎた。まさか、体力ゲージの8割を持っていかれるとは。だが、身の鉄は不満。次こそ、確実に仕留めてやる。ちなみに、さっきから武器に塗りたくっているのは、黄金松ヤニといい、攻撃に、雷属性を付与できるアイテムです。不死骸の認可をピッキングして、入手しました。3つセットで入手したのですが、手違いで1つ無駄遣いしているため、これで倒せないと、少しまずいです。と言いつつも、別にこいつ倒さなくても、ストーリー上、何の影響もないんですけどね。ただ、ここを通るたび、いつも邪魔されるのがうざいので、やれるうちに、やっておきます。俺はちっぽけな、一匹の人間だ。せいぜい、小さな家族を守る程度の。ごめんよ、君は悪くなんかない。でも、ごめんよ。ただにいつ、悪いところがあるとすれば、てめえのその、理不尽なダメージだー。うおー、ダークソウル。土は土に、灰は灰に、人形はただの動かぬ人形に返せ。所詮は土くれ、私の敵ではなかったようだ。